皆さんこんにちは、マリアリコとマリサキアリスです。はい、今日の動画はですね、実は私事ではありますが、本日7月12日をもちまして、なんかやめるみたいになってる。違う、日本語おかしい。はい、7月12日なんとチャンネル開設9年目に突破いたしました。早い。はい、ということでですね、私が皆さんにお会いするきっかけとなった特殊メイクだったりはですね、実は他のプラットフォームで上げていたものなんですよ。で、なので YouTube が多分9年目なので、実はですね、ニコニコ生放送に上げたことがあって、それがもう10年目とかなのかな、そうなると。なので YouTube 様とニコ動様にはとても感謝をしております。ありがとうございます。私がまず一つのものを続けられるっていうのが、芸能が今年で17年目なんですけど、芸能以外に続けられたのって相撲と書道しかないんです。柔道も言うて、まあ続いたけど長年よ、なんか10年以上続けたものってなかなかなくて、まあ英語もやってたけどみたいな、なんかなんていうのかな、自分が没頭できるものっていうのがなかったんですよ。だから定期的にこう上げていくものっていうのがなかったので、まあ定期的に上げてないよね、今もね、頑張るんだけど、ただやっぱりすごい思い入れがあります。2012年から2021年の今にかけて9年間も動画を続けることができたのは、本当に他でもない今見てくださっている皆様のおかげですし、久しぶりに見に来たら、森江ちゃん太ってる、痩せてるっていうのがね、飛び交った9年間でもあったと思うんですけれども、もう私は太ったり痩せたりするのがお仕事だったので、結構皆さんを驚かせることもあったかなと思います。なので今年からの目標としましては、10年目に向けてあと1年間ありますけれども、10年目になっちゃうね、 YouTube ってそんなにあるのっていうぐらいなんですけど、私が動画を始めた頃ってまだ YouTuber っていう言葉がなかったので、動画投稿系女子とかっていうのも何それみたいな感じの時代だったんですね。なのでまずメディアプラットフォームに顔を出している人っていうのが、魚拓とか言われて、なんかこう魚拓されてどうのこうのみたいな時代だったから、すごい珍しかったんですよ。特殊メイクをその中で日本人女性でやってるっていうのが私しかいなかったみたいで、なんかこうパイオニアみたいなこと言っていただいたりとか、いろんなこと言っていただいたんですけれども、すっごい懐かしいですね。だから今となっては特殊メイクにもすごい感謝をしていますし、独学でやってたの で今も特殊メイク大好きなんですけど、特殊メイクするのはやっぱり時間もお金もいろいろかかってきて、あとはコンプライアンスですね。 YouTube 様がすごい厳しくなってきたので、あげられなくなっちゃったなとかって思って、私のグロいからさ、あげられなくなってきちゃって、当初のものをやっていくとなると、近々で言うと2016年から始めている音フェチかなと思います。なのでちょっと当初に戻って、第2弾第3弾みたいな感じで、ちょっと初心に戻って、いろんな動画をね、昔の動画から遡ってやっていこうかなとか思ったりとかして、この間ベッドの周りで音探しっていうのを1個上げてみたんですけれども、私もちょっといろいろ考えてやっていきたいなと思っております。てな感じでですね、私事ではありますが、 YouTube 9年目今年もよろしくお願いしますということで、来年10周年迎えられるかどうか、ちょっと本当に健康で元気に迎えたいと思いますので、ぜひ皆さん見守っていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまででございました。この動画が少しでも頑張ってきたなとか、良かったなって思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いいたします。それでは森有でございました。次回の動画でお会いしましょう。せーの、おつわり、バイバーイ。私は不思議な国の